ちょっとあらすじをお話ししますと、あらすじというか、まあ、全てみたいなところはあるんですけど、まあ、このお芝居4幕構成です。1幕があって、2幕があって、休憩があって、3幕があって、4幕があると。こういうお芝居ですね。1幕は舞台である美容院。この美容院の、オーナーがですね、美容師を雇うということで、一人の若い、女性の美容師を、面接してます。まあ面接といっても話を聞くというよりも、どのぐらいの腕を持ってるのっていうんで、私のヘアを、髪の毛をね、ちょっとセットしてくれないというふうなことをする。で、その中でちょっと会話があるんですけれども、あなたはなかなかね、いい子だし、しかも美容師としてもできるじゃないっていうことで、私と一緒に働きましょうというところから始まるんですよ。でも彼女は小さな町なんですけど、この町の人じゃない。引っ越してきましたっていうんですね。それで、夫がいるようなんだけど、ちょっと謎めいてるところがある。どんな子なのかな、まあ、これは1幕、2幕、3幕、4幕、行くに従って分かってくるんですけれど、で、このロバート・ハニングという人が、美容室を舞台にしたのは、すごいアイデアだなと思います。つまり、美容室っていうのは、例えば、どっかに出かけたとして、あ、ここに病院あるから病院入ろうなんてなかなか思わないですよね。つまり毎回同じところに行って髪の毛を切ってもらってセットする。だからこの美容院に来るお客さんも毎回来る、その町の中の仲間と言える人ですよね。それともう一つは男性が来ない。つまり男は美容院なかなか行かないですよね。セリフでも出てきますけど、うちの夫がね、美容院そんなとこ行くわけないだろう、これは女の行く場所だって、こういうふうに言ってるっていうんで、だからここは安心ねなんて言ってるわけですけれども、まあつまり女性たちが、まあそのユニークな人もいるんですけど、このお客さんの中には、でも本当に仲良しでもあり、また言葉でも明け透けっていうかね、つまり仲間だと思ってるからひどいことも言ったりするんですよ。それに対して何よっていうのもあったりする。こういうところがコメディの要素としてすごく面白い。いろいろな、キャラクターの人がいるんだなということですよね。そして、その美容師が採用されて、お客さんがやってくる。お客さんが来るのは、まず最初は20代の若い女性です。この人はシェルビーという役名ですけど、今日が結婚式ということで来るんですね。だから結婚式のためのセットをしてもらう。そしてお母さんも来て、当然お母さんも出席するわけですけど、それから美容院に来る仲間も来て、その人たちも、まあ、シェルビーより年上、まあ、お母さんの世代なのか、またその上なんですけど、あのちっちゃいシェルビーが結婚していくのねっていうことをすごくみんなで喜び合う、まあ、祝福の、一幕ですよね。ただこの一幕の時に、シェルビーが美容院の椅子に座っていて倒れちゃうんですよ。で周りの人はどうかというと、そんな驚かないんですね。あ、飴持ってるよとか、あ、ジュース飲ませようか。ところが、今日採用された美容師はびっくりですよね。だってお客さんが座ってると思ったら倒れていっちゃったわけだから、どうしたんだろうとこう思うんですが、彼女が知らないだけで、みんなシェルビーが糖尿病、しかも1型糖尿病だってことを知ってるんですよ。だからその発作で倒れた。まあ、糖尿病は生活習慣病とも言われてますけど、1型は違うんですよね。生まれながらにして糖尿病なわけで、完治する方法、まあ手段がないんです、治らないんですよね。それで、彼女は1型糖尿病なんだけれど、結婚すると。で、1型糖尿病ってやっぱり 5% か 10% ぐらいが糖尿病患者の中にいるらしいですけれども、まあ大変な病気なのかもしれない。でも今はね、まあ人工透析とかいろいろあるから必ずしも亡くなるということではないんですけれども、シェルビーは新型糖尿病だと。それの中でも結婚をする相手がいて、そして幸せになっていくだろうと。2幕になるとクリスマス前夜ですかね。で、この病院は決して、まあ、豪華絢爛な病院じゃないので、町の病院っていうね、田舎の。なので電気つけたらブレーカーが落ちたっていうか、ヒューズ飛んじゃって、まあ、停電しちゃうんですよ。それで、どこにヒューズあるんだっけなんて言いながら、もうみんないなくなっちゃう。そしてそこにはシェルビーとお母さんだけが残るんですね。
その中でシェルビーがお母さんに言います。ママ、私妊娠したので、お母さんはえって驚くんですよね。そして、病院の明かりがついて、お客さんもみんな戻ってきて、その中でシェルビーが、私ね妊娠したのよ、赤ちゃん産むのっていうわけです。そうすると周りも、本当シェルビーよかったじゃない、そう赤ちゃんが生まれるのと、みんな喜び合いますよ。ところがお母さんは言うんですね。特にこう周りはシェルビーは妊娠できないのかと思ってたっていうから。ところがお母さんは、シェルビーは妊娠ができない体じゃない、ただお医者さんからは出産するのはやめた方がいい、つまり母体っていうか、ちょっともしかしたらその出産に耐えられないかもしれないと、こう言われてるんですよね。でもシェルビーは結婚して、夫と話をして自分の人生も考えて、私は子供を産んでいくっていうふうに選ぶわけです。これがやっぱりスチールマグノリアなのかもしれないなと思うんですけれども、でお母さんもその話を聞いて、特にお母さんはですね、シェルビーがこう言うんですね。これセリフですけれど、何も起こらない人生をダラダラ生きるより30分でもいい、心がワクワクするような時間が欲しいの。つまりやっぱりシェルビーはかけることかもしれないけれど、やはり家族を持ちたい、命を引き継ぎたい。この、マグノリアの母たちという芝居はコメディで笑いもたくさんありますけれど、やはり一つのテーマに命をつなぐというふうなことが語られていく話だと思います。でお母さんもそのことを聞いて、シェルビー、あなたが選んだんならママも応援するわっていうことで、シェルビーは赤ちゃんを産むということになります。そして、3幕は、クリスマス前夜っていうか、そういう頃ですね。で、シェルビーが、周りの病院のお客さん、友達ですよね、年が違ってもね、いうのは、子供がね、2歳になったの、すごい手がかかるけど、すごくいいわ、そう、2歳ぐらいの子をね、男の子を持ってるっていうのは、みんなも経験があるようで、それは大変だけど、いいよねっていうふうな話。つまり、シェルビーは子供を産んで、元気に子育てをしているということなんですね。ですけれど、ある人が、ねえシェルビー、この腕どうしたの？腕を見るとあざがあるっていうんですね。でシェルビーは言います。人工透析してるのよと。つまり1型糖尿病なので、腎臓が悪化してですね、透析を受けなければいけないという体になっていた。ところがシェルビーは明るく言うんですよ。でもね、私はラッキーなのっていうの。それは何かというと、臓器移植を受ける、腎臓病だけど腎臓移植を受けるっていうことがもう決まったのよっていう。そしてなんと自分のママが一番腎臓が適性が合ってるとお医者さんが言うので、ママの腎臓をもらうのっていうんですね。で、ああそういう人工、つまり臓器移植なんです。当時これ1985年頃が舞台なんですけれども、そんな頻繁にも起こってないし、できないし、その臓器を提供する人もいないとどうにもなりませんから、これは良かったんだなっていうふうな感じですかね。で美容院ですから、当然こう髪の毛セット終われば、じゃあ子供もいるし行くわって言って美容院を出ていく、そしてこれが3幕ですけれども、4幕になるとなんとなく雰囲気変だなっていうのはちょっとあるんですけれども、実はその日はシェルビーのお葬式の日だったんですよ。シェルビーは、2歳ちょっとの男の子を残して亡くなってしまうと。でもお母さんは、私はシェルビーを産んでよかった、命を一つシェルビーには与えた、それに加えて私は自分の腎臓もあげた、つまりシェルビーに2つの命をあげたのよ、シェルビーは幸せだと思うというふうに語るんですが、しばらくするとお母さんやっぱり怒ってくるんですよね。なんでシェルビーが死ななきゃいけないのって。それはそうですよね、それは人間ってそれは必ず死ぬんだけど、若いうちに死ぬ人もいるし、それは客観的な事実なんだけど、やっぱり身内にそういうことがあったらなぜなのってやっぱり思いますよ。この怒りっていうのをお母さんぶつける。でも周りの友達はその時に、突拍子もないことを言ったりなんかして笑いになってくるんですね。僕やっぱこれが仲間なんだなと思うんですよ。みんなでね、それはねって泣き
ね、内臓悪いっていうふうなことじゃなくて、元気づける、また元気づけるっていうふうなことだけじゃ本当元気つかないから、なんかもう全然違うような話しながら、ははっなんて笑っちゃうような、そうやってお母さんも元気になってっていうふうな、でその後、まあさっきも言いましたけど、命がつながれていくんだなというふうな、ラストシーンを迎えるというふうになっています。